ユダマリンは、新末、中華民国の軍人、北京政府、法天派の張作林に属し、国民政府時代も、その後、張学良に属した。北京政府時代の1926年から、満州国建国前後まで、熱化症の統治者であった、自は革新。若い頃、海イサゴに従って、馬族となる。海イサゴが、張作林と決闘して死亡した後に、張作林に基準する。 新末には東山上工部堂を卒業し、高天全路巡防衛馬隊艦隊、騎兵艦隊を歴任した。中華民国成立後は、町率いる第27市で騎兵第27団団長となり、後に第53度々長に昇進し、長の側近の一人として台頭した。ところが1917年、湯田マリンは、 方典テ務所長、王栄公の後期粛清に反発し、張作林と対立していた第28市長兵、特林の下に交流する。さらに、同年7月、兵の長君副壁への交応に参加した。しかし、兵はあっけなく敗北して、天津に収監され、湯はモンゴルに逃亡した。翌年、張作林の社名を得て、湯は方典に戻っている。1919年、湯玉林は、 調作人の顧問となり、安直戦争の際には、低誕隊長を務める。後に、法典当編陳述試験、左自順防大統領に任ぜられた。翌年、第11根性旅旅長に昇進し、1923年、第7根性旅旅長に横滑りしている。1925年、第11市市長に、そして翌1926年、 韓国軍第12軍軍長にそれぞれ昇進した。同年4月、ユダマリンは熱化都道に就任する。以後、1933年まで約7年間、熱化の統治者となった。1928年に、長作林が関東軍に爆殺され、この長学寮が後継、液氏により国民政府に属する。これに伴い、ユダマリンは改組された熱化省政府において、 主席となった。合わせて、熱化省等部常務委員も兼任し、以後、国民政府主都建設委員会委員、東北政務委員会委員、軍事委員会北平分会委員を歴任している。1931年、超学寮の指揮下で、モンゴル族のガーダーメイリンによる武装放棄を鎮圧した。1932年2月、ユダマリンは、 満州国独立宣言に署名した名士の一人となったとされるが、その後は少なくとも積極的に満州国には組みしなかったとみられる。1933年3月、熱化作戦を発動した日本軍の第8師団などに対し、ユは一戦も交えず、天津に逃亡した。この時、ユダマリンは200台ほどの自動車を募り、金銀財宝とアヘンなどを入れて、 天津疎開に送ったとされる。これにより、日本軍は、わずか128名の騎兵により、しかも10日もかからず、熱火省19万平方キロメートルの領土を、満州国に併合した。1932年3月9日に、満州国が正式に建国されると、翌10日に、ユダマリンは、参議府副議長兼熱火省庁に任命されたが、ユはこれに応じなかった。 ネッカを追われた後、ユダマリンは、表玉賞、吉尾鳥マサ、片新ンブラのチャハル民衆公日同盟軍と連携した。しかし、同年8月、国民政府中央の反感を買った票を上げやし、公日同盟軍は事実上解散してしまう。その結果、かつてネッカをあっけなく失感したことに加え、公日同盟軍に組みしていたユモ、国民政府から、 指名手配を受けることになってしまう。湯の軍は国民革命軍第29軍軍長、総鉄源により接収改変されてしまい、湯は第29軍総参議にこそ任命されたが、軍指権を失ってしまった。翌1934年1月9日、国民政府は湯に対する指名手配令を取り消し、5月、湯は軍事委員会北平委員会高等顧問に、 任せられている。1937年5月、空虚先の天津で病没。去年67、ユダマリンの天津における3箇所の急遽は、現存している。ユダマリンは、虎が好きで、別名を、ユオオトラ。一説にはユニトラと言われている。ありがとうございます。